もこんにちは、もと申します。毎度おおきに。本日はですね、お互いのリスポーン地点を逆にして戦ってもギリ試合成立する説ってやろうかなと思います。これ何なのかと言いますと、まず試合開始したら30秒以内にですね、まず敵陣にバーって言ってビーコンを植えます。で30秒経ったら試合開始するんですけど、もし敵にキルされたらこのビーコンに飛んで敵陣からスタートしますなのでリスポーン地点がお互いこう入れ違った状態で試合をすると。まあ制限はですね、このビーコン武器を皆さん使わないといけないと。まあそれぐらいで、まあ他は特に制限ないんで、まあ、これでどうなるかちょっとやっていこうかなと思います。さあ、お互いのリスポーン地点を逆にして戦ってもギリ試合成立する説、まずは縄張りバトルからいきましょう。さあ30秒になろうとして、あ、ちょっと待って、ギリ間に合わへんわギリ間に合わへん、ギリ間に合わへん。いや、これ3つ植えたい、3つ植えたいねんな、3つ植えたいけど、ちょっと待って、試合開始時間過ぎてる。待って、ステージ広すぎるねんってここなあオッケー、よし、いけオッケー、まず自陣塗りしよう。うん、敵陣という自陣を塗ろう。さあ来てるよね、さあ来てる来てる来てる、まあ、とりあえず塗ろう、とりあえず塗ろう、うん、で適当に打っといて、やばい、待って、それはやばい、それはやばい、痛い。でこうやってリスポーンしたら、こうビーコンに飛ぶと。こうすることで、これ敵陣からリスポーンできるということですね。面白いですね、面白いさあ今んとこどうや、結構ええ勝負ちゃうか。オッケー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 、いいよいいよ。ほんで敵の位置を見て、敵の位置を見て、どこに、あ、敵がどこにいるのかわからないですねさあこれちょっと敵陣抜けて塗ろうか。この時間帯結構ええと思うけどな。そう、抜けられへんのよ、なかなか。敵陣塗れ、敵陣抜け、敵陣塗れ、塗れ敵陣という自陣を塗れ。オッケー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 、めっちゃ濡れてる、めっちゃ濡れる、これめっちゃ濡れる光景、えぐいよ今すごいよ、敵陣塗りまくってます今。ちょっと待って、俺の頑張りによるこれ勝てる説ある。いや、めっちゃ塗ったよこれ、どう。あ、結構濡れてる、どうやこれ、いけんちゃうか。あかんやんさあ次はガチエリア。ちょっとね、対面でデュアルにボコされ続けたんで、今回デュアルできましたいや、ビーコンついてる武器の中で結構ね、デュアルは優秀な方かなり。さあ、ちゅうことで敵陣に歩いてきまして、いたおい、ちょっと肩ぶつかったぞあいつ。さあ、いいぞ、3、2、1、スタートや、いけ。だけどエリアはこれひっくり返ってもそんな影響ないんちゃうかな、オブジェクトが中央で固定やから。オッケー、めっちゃ当たってる、めっちゃ当たってる、オッケーオッケー、倒してる倒してる、いるいるいる、オッケー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 、ワイパーとワイパーと、オッケー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 、このまま押さえ続けろ、押さえ続けろ。やばい、リスポーンにめっちゃ入れるやんこれ相手のリスポーン地点丸見えやん、相手何のガードもないから。オッケー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 、かわいそうかわいそうかわいそう相手これ出にく、あかん、ちまった、これ一回下がろう、一回下がろう。でこう打って、打っといて、危ない、ちょっと待って、一回下がろう。オッケー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 、よし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 、やばい、いる、やけー、うわ、ちょっと待って、げ、頑張れ頑張れ、10、9、8、7、あー、やばい、うわ、止まれる、うわ、で相手時代にリスポーン地点、やばい、早く、何してんねん、あくー、弟子、あくんや、よしよしよし、ええ勝負になってきた、ええ勝負になってきた。こっから相手に詰めさせへんこと大事やな、リスポーン前まで来られたらこっちどうしようもないから。オッケーオッケーオッケー、で回復していく、回復して、はい、ボン打ちまして、オッケーオッケーオッケー、いいよ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 、かなりかなり、オッケーオッケー、確保し直して、さあキル取って、いいね、いい打開や、オッケー、詰めろ詰めろ、エリアは詰めろ、理不尽に詰めろよし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 、ここまで詰めたらだいぶ強いから、うん、ビーコンだけ壊さないようにしてあげて、あかん、オッケー、ジャンプ、さあけどもうカウントないよ、あーけどキルされてるか、さあどうなる、まけどここまでやって、まあ普通にエリアしてるっていう感じやな、まあリスポーン地点がちょっと特殊っていうだけや、まあエリアに関してわあ、危ない、いかんいかん、ブラサンカン、何してねあ、取られた、まあまあまあけどね、一回確保したらもう勝ちぐらいでしょ、
まあエリアに関しては割と普通なんやけど、こっからよ、まあ矛、矢倉、アサリぐらいが、まあ結構オブジェクト化的陣にもともとあるやん。だからそれが自陣になるっていうところで、まあ、かなり変わってくるよね。さっきの下。さあ、デコイチラシ、はい、勝ち。長っ。さて、お次はガチヤグラでございます。これはですね、どうなるんや。自陣の方にヤグラが進んでいくんかな。ちょっとどうなるのかわからん。あ、けどこれね、2年前ぐらいにスプラ2で一回やってんのよ。確かその時ね、ヤグラがこうガーッとこう離れていくから追いつかれへんっていう。そういう現象が起きてる気がする。なんや、誰か塗っとるやないか。塗ったらあかんみたいな。さあ植えろ、さあ植えて、さあ植えて、あかん、試合事件始まって、やばいやばい、これ遅刻や遅刻。これ30秒じゃ置かれへんな、ちょっと。さあヤグラに乗れ、さあヤグラに乗れ、ヤグラになったら相当有利ってことは分かってるから。オッケー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 、乗れ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 、オッケー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 、乗れ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 。よっしゃよっしゃ、遠ざかれ遠ざかれ。相手リスポーンから遠ざかれ。さあいいよ、ヤグラ乗ったら進むよ。さあ相手チーム止めなか、あかん。おーっと、これは乗られてる、まずいよ。さあリスポーンして、さあちょっと追っかけなあかんから、さ急がなあかんの、これ。とにかく急がなあかんねん。こっちやろ、あーめっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいるわ。どうしようこれ。あ、奪ってくれてる、あ、いいやん。ちょっともう一回撃つ、こっちのに。あ、それはやれる。なんで相打ちやねん今の。ローラー使ってへんからやん普段。いやー、やばいなこれ。うわー、まずい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 、非常にまずいよ。いや、これはまずいよ。どうしよう。お、オッケー。うわー、なんでや、なんでやれへんの今。ほんまに黙ってまでやったのに、黙ってまでローラー振ったのに、なんで。うとしい、ほんま。オッケーオッケー、わかったわかったわかった、これローラーちゃうわ、ローラーちゃう、うん、なぜかというと俺が使えへんから。さあお次はホコでございます。今回ですね、ホコ割りに特化するべく私はスパッタリできました。まあサクッとね、ホコ割りして持ってもう逃げていくと。そう、ホコ持ったらめちゃくちゃ強いから、これ。さあいけ、さあいけ、さあこれはね、より早く矛にたどり着いて矛を持ったやつが勝ち。そうなんです。いや、ちょっと30秒怪しいな、だいぶかなり怪しい。さあ置いて、もう30秒過ぎてるけど。置いて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 、さあいけ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 、あー微妙に勝ってるか、うわー怪しい怪しい。あー、けどいけそういけそういけそう、これ持って、これ持ってってまやろこれ。もうなんか誇られて振ったりやってるけど、でもうじじ持って帰ればいいかな。うん、悪いやん、持つやん。ほんでじじ持って帰って、くそげやないかこんな、なやこれ。さあラストはガチアサリ。これね、2年前スプラ2でやった時、確かにアサリもやったんやけど、どうなったか全然覚えてないんよ。相手、ん?自陣にゴールがあるって感じなんだ。自陣にゴールがあるってことは、自陣にゴールがあるってことは、さあ、アサリはね、拾わないようにこれ避けていかないといけないと。もし拾ってしまったらこれ捨てるしかないと。あ、やばい、これ30秒で全然足りひんねんな。さあ、試合開始となりましたが、まずアサリ集めるか。で、アサリ集めたらこれ自陣に入れていけないんだよね。ほら、こう入れてるもんな。そういうことやんな。うん、なんかビーコンある、ほんでここに。責任持って壊しとこう俺が。あかん、オッケー、あかん、持ってか、あかん、こんなんでやばいってなあ。自陣に持って帰られんねんで、これ。あー、けど止められるかな。うわー、まずい、これね、遠いんよ防衛するまでが。オッケー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 、ナイス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 、いいよ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 、オッケー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 、いい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 いやい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 いや、オッケー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 、あ、いいよいいよ、ナイスリード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 、ようわからんけどリードした。
っと待って、そのまま終わる説ない。赤めっちゃいる、めっちゃいる、え、めっちゃいる。そんな急にめっちゃいる。さあ2個入れて、あとカウント4、あと2個、いやけどアサリないか。うわーちょっとダメそうやな。あ、割とこれ試合になるぞ。さあ相手がカウンターアサリが生まれる位置は敵陣で生まれるっていうことになるな。うん、まずい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 、止まらん止まらん止まらん。オッケーオッケーオッケー、ちょっと待って、耐えてる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 けど、あかんあかんあかん、ほんまこれ無理やでなあ。あ、おいしょおいしょ、止まった、ギリ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 、あぶねえ。オッケー、これやったらまたいける。直ちにガチャアサリ入れよ入れよなあ、今入れな、これやばいよ結構。ほらこれ自陣 のカウンターアサリが自陣なの、自分のアサリじゃないっていう。もうよくわかんないですね。オッケーオッケーオッケー、倒せ倒せ、オッケー、ナイス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 。そう、自陣やねん自陣やねん。ってことは結構自陣からイモリながらこうやって投げたら結構いいよね。うん、ちょっと、あ、ちょっと待って、3やろ、3、あ、あ、ちょっと待って、あ、もうちょい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 、あと1人誰か持ってきてくれへんかな。なあ、これあと1人、これ安全に入れたい、安全に。あかん、誰か1つ、よっしゃ、ナイスー、オッケー。いや、これ最後自陣に引きこもって安全な位置からアサリを入れていくっていう、こういう戦略がね非常に強い。うん、だからこれに気づくかどうか結構大事だったかもしれんな。